はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日はちょっとすみません、真面目な話なんで全然ふざけないちょっとやっていきます。はい、台湾有事ということに対して、まあ、麻生さんが、麻生財務大臣ですね、麻生財務大臣の方から、日本の集団的自衛権の行使もあるよっていうことになってるんですけど、まあこんなのがニュースになってるんですけど、でニュースになって私が取り上げたら預言者って言われたんですけど、だから預言でもなんでもないこれみんなに言うんですけど、預言でもなんでもなくて政府答弁ちゃんと見てればわかるんですよ。政府答弁見てたりとか、国防白書を読んでたりしたら、オープン情報ですよ。オープン情報で政府答弁とか質問主意書ですね、質問主意書であったりとか、答弁の見解であったりっていうことに対してっていうことになるんです。はい、で日本の集団的自衛権行使しますかという質問に対して、行使しませんって言った場合です。これ実際ありますが、韓国の場合は集団的自衛権の行使しませんっていうような場合に関しては、言ってます。今の現在の要するに平和安全法制の中の憲法9条下において集団的自衛権を韓国には行使しますかという点に対しては、韓国には行使しませんと言っています。はい、ということになっています。つまり北朝鮮と、まあ、韓国ですね、まあ、北朝鮮や韓国で要するに陸上部隊が韓国に攻め込んできても集団的自衛権は行使しませんよっていうふうなことは、まあ、はっきり言っているわけですね。じゃあ台湾についてどう言ってるかって言ったら、喋ってないんですよ。一切お答えしませんか、一切お答えしませんか、当然想定してます、この二択しか言ってないんですよ。ってことはやるじゃんってことが分かるんです、はい、でポイントになってくるのはそこで、周辺自体の危険性について重要視しましょうね、でも韓国は集団的自衛権行使しませんよ、それはあの米韓の間での安全保障で勝手にやるんで、日本はタッチしませんよって言ってるんですね。日本はタッチしませんよっていうふうに言ってるわけです。じゃあ周辺自体って言ってどこの国とやんのっていう話です。どこの国でやんのって言ったらもう一択しかないんですよ。だから消去法で考えていったらなるよって話なんです。でいうことね、はい、ただしここで問題になってるのは、これははっきり言いますが、私が YouTube 活動として、まあ、もし保守論客としてやっていきたいんですっていうんであるならば、結構強硬派みたいな、タカ派の主張をするのが一番受けます。はい、一番受けます。はい、つまりいついかなる時も要するにやってやればいいんだみたいなことを、まあ、言えばいいんですが、皆さんは、そこで止まらないでくださいってことです。皆さんはそこまで止まらないでください。感情的になるのは分かる。感情的になるのは分かる。はい、だから俺も腹立つかったら腹立つよって、台湾友人ですよって、友人守るためだったら何でもせなあかんなっていう気持ちは分かる。分かるけど、これ僕昔小学校中学校、小学校の時とか中学校高校の時ってやってたんですけど、はい、集団的自衛権行使しすぎたらね、余計被害出るんですよ。俺友達殴られてたら、全部喧嘩を買ってたんですよ全部喧嘩買ってたんですね。でもうやめろやめろっつってバーンっつって言ってて、まあ、話よくよく聞くと友人の方が悪かったみたいな話とかがこうあるわけですよね。で、両方はこう殴り合いでやめろっつってやって、こう両方からこうバーンって当たったから両方ボコボコにしたっていうとかあるんですよ。あるんですよ。だからその集団的自衛権っていうのもその一緒で、必ず介入しなきゃいけないっていうふうに思ったら、要はトラブルでしたとかちょっとしたことでしたっていうことでも、要は被害が逆に拡大するっていうような話になるケースがあるので、ちゃんと状況と情報を見極めた上でやらないとダメですよって話、ね、台湾が爆撃されたのか、ね、それとも台湾が爆撃されたのか、それともただ単純に中国の人民解放軍が要するに、飛行機が航行不能になってそのままなんかどっかに落ちたのかっていうんで、意味合いが全然違うんですよ。意味合いが全然違ってくるわけです。はい、いうことになるんで、ただの事故である可能性っていう、ただの事故が極端に解釈された結果戦争が止まらなくなったっていうケースもあるし、いろんなケースっていうのがあるわけです。よろしいでしょうか。だからこの発想はやめた方がいいですよって、いついかなる時も台湾に対して集団的自衛権の行使をするんだっていう、まあ、これね、リベラルな人もね、なんか保守の人もツイッターとか見てると、一体何どこの世界線でこの人ら住んどんやって思うんですよ、私からするとね。はい、私が極端な人って結構いるんで、ただツイッターで発言してる人だけが極端な人なのかもしれないですけどね。はい、なのかもしれないけど、ツイッターとかそういうの見てるとちょっと多いなっていうふうな感じはしますということです。はい、なので皆さんまず、状況をまず、と規模ですね、状況と規模がどのレベルでなってるのかってですね、でこの時期になってくると、特に今日本とか中国とか、まあ、コロナの関係で関係悪化してるのと、台湾と要するに中国が一時期に、緊張状態がバーッと高まった時期とかもあるんですけど、緊張状態が高まれば高まったほど、要は飛ばし記事って出すんですよ。飛ばし記事バンって出すんです。これマスコミだけじゃなくて我々に
もう普通の一般人も一緒なんですけど、飛ばし記事とか要するに注意してくださいねみたいな感じで出したものが拡大解釈されるとかそういうことがあるので、まず状況を正確に利用してください。で、真実かフェイクかじゃなくて、要はそれがどうやら真実らしいかもしれないよねか、まあかなりフェイクに近いよねぐらいの判断は持っとかないと。で、もう一つは規模ですね、はい、規模が要するにどれくらい拡大しているのかっていうことを正確に判断しておく必要性があるということですね。はい、ということなんで、状況と規模に応じて台湾が友人であり、台湾国が要するに友人の国であるということであるので、集団的な自衛権の行使には躊躇しませんよということですね。はい、だから状況と規模がどの程度になるのかっていうことがここはすごい大事です。はい、これだから台湾が日本側に対しても一緒なんですよ。台湾が日本側に対しても一緒のことが言えるんです。例えば沖縄で何かありましたって、台湾が要するに集団的自衛権行使してきましたって言うけど、いや別に台湾さんのところ別になくても、なんか帰ってきましたわっていう状態の時に、よし集団的自衛権だってやったら、だから余計広がるから、だから状況と規模をちゃんと考えないといけないですよっていうことですね。はい、じゃあ現状についていきます。はい、平和な時には危険だと、危険な時にはまあ大丈夫じゃねというのが私のやり方なんですけど、はい、まあ危機管理の基本でございますね。まず一番初めに覚えておきましょうということなんですけど、台湾有事がね、対岸の火事だと思ってる人が多い、はっきり言うと。はい、なのでフェイクニュースがたまに出る。はい、フェイクニュースがたまに出るっていうのはそういうことで、台湾と中国がいざ開戦かみたいな感じでバーンって煽る人いるんですけど、具体名書かないですよね。台湾とだから中国が戦争だってそれが事実だとしたら、日本も要するにそれ出てくるわけですから、はい、対岸の火事ではないということです。だからいつ起こるかという心構えはしておく必要性がある。ここできてない人多いですね。はい、戦争がいつ起こるか分かんないということですね。はい、で、戦争はいつ起こっても大丈夫ねにしておくということですね。はい、で、じゃあ実際問題、台湾有事が発生する危険性はありますかということなんですけど、まあ、私の感覚からすると可能性は今の段階では低いと見てます。はい、1年前だったりするとちょっと危ないかなと見てました。1年前2年前だったりすると、出るとしたら2年前って言ったんですけど、今の段階だとすると軍が出動する余力が小さいということですね。はい、いうことです。おそらく悪性のインフレが進んでるんでしょう。多分ね、これあくまで憶測なんで、また悪性のインフレが進んでるでしょうってことです。で、あとは、多分治安が維持できてない。はい。多分治安があんまり維持できてない。完璧に要するに治安が維持できてないっていうと、経済的な打撃が多いと。で、その日暮らしの生活っていうか、生活で苦労してて、今要するにどうしていいか分かんないっていう国内状況を鑑みると、この状況で海の外側に兵隊を持っていくっていうことをするとですね、海の外側に持っていくっていうことをすると、おそらく内部の統制が効かなくなると。いうことになるんで、それがまあ要するに目で見える範囲でこれやばいなっていう、国内状態がやばいなっていう状態だと、まあ戦争はしづらいですねという感じにはなります。はい、ただ何回も言う通りですが、戦争しづらいですよね、じゃあ戦争するかっていうことを、なんかわけのわかんないウルトラシーな感覚があるんでやるかなっていうことも、まあ一応頭には入れてます。ただワクチンの時ですね、ワクチンが要するに日本から普通に台湾にあって、なんかいかんだみたいな感じで、なんか言ってたっていうだけで、特に何の表だった構造ができてないということになるんで、まあおそらく、まあ弱腰っていうふうに見ていいかなという感じになるんで、まあ軍を出動する可能性は極めて低いだろうというふうに思ってます。ただし3つ目ということになるんですけど、まあ短期的にはなくても中長期的には警戒しておいた方がいいです。はい、中長期的にって言ったら、まあそうね、大体まあ10年後ぐらいかな、5年後から10年後ぐらいのところはまた一つの警戒のラインとしては見とかないといけないかなっていう話ですね。状況次第によってはですよ。まあその前に何ていうか、中国が機能してないっていう可能性も全然あるんですけど今の状況だ、今の政策を握手打ってたら、正直その国としてはあるかもしれないですけど、国としては存在してるかもしれないですけど、全てのものがもう立ち行かなくなってるっていう可能性は全然あると思ってるんで、ただこれはもうはっきり言いますが、そういう状況かどうかっていうのは結局崩壊してみないと分からないです。ソ連も実際どの程度やばかったかっていうのは、ソ連崩壊してないと分かんないんで、それは覚えておいてくださいということで、まあ、中長期的な危機は多分あるでしょうねということですね。はい、で、4つ目ってことですね。まあ我々にとって一番重要にしなきゃいけないのは、まあ、極端な話だとここですね。はい、まあ1から3番目っていうのは考えてもある意味仕方ない部分があって、そのどう要するに政治が判断するかっていうのと、どう自衛隊が判断するかとか、どう要するに日台、オーストラリア、インド、
あとはベトナムあたりもそうかな。ベトナムとかあと、まあ フィリピン、インドネシア、まあ、アメリカみたいな8つぐらいの国があるんですけど、まあ、それがどう相互に要するに連携してやっていくかとか、どこが要するに、うちは参加しないって言ってくるかとか、まあ、状況によって変わっちゃうんで、我々がどうこうできる話ではないということです。はい、ただミサイルに対して、まあ、脅威としてまあみんなが認識してるってのは中国からも、まあ、多分ミサイルですけど、まあ、私はあんまりそこまで要するに、まあ、警戒はしとこうねとは言ってるから、爆風だけ気をつけてねっていう風な話はしてるけど、あんまりないかなっていう風にも思ってます。はい、まあ、一応言っとくとパトリオットっていうのがあって、パトリオットですね。はい、まあ、でアイアンドームがちょうどまあ分かったんで、どれくらいの性能なのかってことなんですけど、まあ、大体、まあ、あれだけ撃ち落とせるんだアイアンドームでって思ったんで、はい、いう感じになるんですけど、あのアイアンドーム配備しろとかわけわからんこと読んでくださいね皆さん。あれ日本にはいらないですよ。アイアンドームいらないですからね日本には。はい。ということなんですけど、まあロマンとかいうのやめてくださいね。はい。まあ一応あれと同じような性質だと、中長期の、ミサイルに関してはパトリオットが、やってるというふうに思うんですけど、あれは今パトリオット4かなんかまで配備されて、まあ10発撃ったらまあ9発ぐらいはまあ落とせるかなという感じで、まあだから10発って俺大体 2,3 発ぐらい要するに日本に届けばいいかなっていう、正確にねヒットすればいいかなっていうふうなのが、まあ中国のミサイルの技術力かなっていうふうに見てるんで、まあそのうちだから100発ぐらい撃って、まあ100発ぐらいいっぺんにバーンって撃って、まあ2発ぐらい当たるかなぐらいの感じですね。まあ200発もいっぺんに撃てたらすごいですけどね。100発もねいっぺんに撃てたら逆に何もなくなりますからね。はい、いうことになるんで、基本的にはそのミサイルがちゃんと破裂して爆発をドーンってやって大きな被害が出るというよりかは、その迎撃をした時に対して、まあ、要するにそれが破片が降ってくるであったりとか、破片でも結構危ないですからね。鉄の破片降ってくるってちょっとやばいですからね。はい、とか、まあ、爆風を要するに防ぎましょうねとか、万が一爆発した場合に対しての爆風を防ぎましょうかっていうことですね。でもう一つは逆に不発だった場合ですね。はい、不発だった場合も要するに皆さん気をつけておいてほしいんですけど、あ、ミサイル着弾したけど不発だったわって言ってインスタグラム撮ってる場合じゃないんですよ。逃げてくださいねって話です。不発の要するにミサイルっていう場合は、まあ、あくまでも毒ガスであったりとかそういったものが内包されている場合があるんで、あのまずミサイルが着弾したって言ったら落ち着いて冷静にまあ避難するということですね。まあ、もしくは要するにミサイルの要するに、降ってきますよって警報が出たら、とにかくまずは地下に逃げると、もしくは鉄筋コンクリートの中に逃げると、もしくはその中で要するに、まあ、大体こう丸まって、爆風を防ぐということですね。あとはまあ出血とかがありましたら、その爆風によって出血があったら血を止めるという作業をまあきちんとやりましょうということです。よろしいでしょうか。まあちょっと面白みに欠けると言ったらあれなんですけど、まあ、皆さん自分の身は自分で守るということです。はい、何回も言いますが、自分の身は自分で守るということです。はい、ということです。まあ、こうした方がいいんだ、ああした方がいいんだっていう議論は私は好きですが、私にそれを言われても私ができる立場ではないので、私は皆さんがやれることをやれるだけやるということですね。はい。そして、一番大事なのは極端な思想を持たないということですね。極端な思想を持つ人ははっきり言いますが、害です。はい。害だと私は思っています。はい。感情的になるのは分かりますが、感情的になるのは非常に分かりますが、極端な思想を持っていれば冷静に分析ができません。はい。冷静な情報分析ができません。はい。まあ、だから私よく言われるんですけどね。右の意見言って、左の意見言って、まあ、大体こんなところかなって、まあ、現実的な路線としてはここら辺のところかなっていうと、要は、その、右の人にとっては都合の悪いことってもあるわけだ。経済的にはこうだから、今すぐ全部切るっていうのは物理的には無理だよと。だから段階的にやるしかないよとか、そういうことも私は言っちゃうんですけど、それが要するに、まあ、やっぱり、こう、嬉しくない人たちもいるんですよ。だから私もそれ腹立ちますからね。はい、そんなね、そバシッて切りゃいいんだよとか半分思ってる部分もあるけど、そうじゃなくて冷静に情報分析して、こうやってこうやってやるってことですね。で、僕が言ってることも 100% 真実と見ないということですね。はい、よろしいでしょうか。まあ、それはアジア新聞チャンネルさんとかディープマックスさんとか、そういった人々に対してですね、私の知識ではもう追っつかないんで、実際もその台湾の新聞ずっと見てっていうふうにはできないんで、私もね、はい、いうことにはなるんで、アジア新聞チャンネルさんとか、ディープマックスさんとか、そういった人々の情報を、まあ、きちんと仕入れて、まあ、やってくださいということです。はい。まあ、自分で、まあ、見るのも大事ですが、で、何回も言いますが、100正しいことはないから。どんな人でも。はい。100% 正しいことは、発信できないので、皆さんそこのところは、ご了承くださいということですね。はい。
よろしいでしょうか。ということで、こういうことになります。はい。ということで、皆さんね、台湾有事があってということで、集団的自衛権の行使っていうね、まあ私もよく言われてですね、極右とか右翼とか言われたんですけど、ネトウヨとかね、意味わからんこと言われたんですけどね、はい。ちゃんとの政府公式答弁を予測して、ちゃんと私言ってるんで、はい。だから予測でも、予言でも何でもない、ただ予測です。はい。よろしいでしょうか。はい。ということですね。勉強すれば誰でもできます。はい。ただし、非常に多いです。はい。それでも私もまだまだ集団的自衛権とか安全保障に関しては素人に近いなと思ってやってます。よろしいでしょうか。はい。ということでね、何事において、まず落ち着いて情報を精査すると。そして、自分の身が起こった時に、万が一になった時に備えるということですね。よろしいでしょうか。あとね、避難場所とか、こういうことがあったら、避難場所はここねとか、まず、自分の身は自分で守れるようにしようねっていうことを、家族で話し合うとかいうことも大事かなというふうには思ってます。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。